今日はめっちゃ久しぶりに普通の人間です。イエうん、爪かわいい。だってそう、今日は塗った、今日買ったネイル左右で違う、なんかノリで塗りました。今日で8月が終わりということで、イエーイイエーイじゃないけど、はい、まあ、みんな楽しみましょう。8月が終わっても、8月一瞬だった。だってそれなです。野菜の日何食べた？今日野菜の日なんだ。今日はきゅうり食べた。なんかマジで夏私服着てなすぎて、着てない服マジいっぱいあってやばいです。これも結構6月とかぐらいに買ったけど初めて着た。そう、マジで急いで夏服着てます。マジで稽古とかがあったからずっとレッスン着てた。ペイズリー柄、そうペイズリー柄かな。あと今口にヘルペスできてて、でもあんま配信だったら分かんないね。そう痛いんですよ。早く治るといいな。薬はね塗ってんですけど、そうで痛くてここ産んでるんですけど、配信だったら美肌機能ついてるから全然わかんない。さすが美肌機能。でも美肌機能ないともうやっていけないですよ。11月3日のお話し会当選しました。だっておめでとう。お話し会今は8時受付中なので、ぜひ皆さん待ってます。受付ね、ありがたいことに売り切れの部も結構あって、そうみんなぜひ8時がラストなので、ぜひ皆さん待ってます。でも今回本当に初めて行くよって方が結構いる気がして、はい、ありがたいし、また行くねって声もたくさん聞こえているので、お話し会楽しみにしております。カメラ買ったからお金がぬるですって。お金がないんですか。ね、今日でこの花火大会のさ背景も終わりだよね。
話結構好きだったんですよ。このなんか結構はちゃめちゃな感じの花火大会、明日からまたタワマンの背景になる。うん、バカで描いた子ね、あれもすごい良かったのに。明日から9月になったらさ、もう夏終わりだから、終わりみたいな感じになるから、9月になったら何だろう、イチョウとか落ちてくるのかな。すごい花火がさ鳴り止まない、ずっと花火鳴ってる。ウレピーマン、アリが花火、どっちの色がいいですか？なんか私今まではこれの中間、これとこれを混ぜた色をね持ってたんですけど、なんか今日見たらなんかこの色って珍しいなと思って買った。で2個買ったからどっちも左右に塗った。紫かな、だって水色かな。なんかさ紫とかはさなんかちょっと暖色だから肌の色にさちょっと馴染むけどさ、この水色ってさ全然肌の色に馴染まないから、なんか逆にいいなって思った。そうこっちはね肌に馴染むけど、こっちは馴染んでないから逆に。茂木さんからパステルバージョンだね、だって。え、茂木さんは青と紫なんだ。茂木さんカラーらしい。イエーイ。匂わせってきた。匂わせ。なんか最近なんか寝るときはクーラーって消すじゃないですか、普通に考えて。でなんか寝る前に1時間後にクーラーを消すって設定するけど、なんか暑くて3時とかに起きちゃうんですよ。3時とか4時とかに起きちゃってクーラーつけてそのまま寝てって。だから朝起きたら喉が痛い。普通に考えて消さなくてごめんだって。消したら暑くて寝ない。え、やっぱそうだよね。なんか私もなんかエアコンいつもタイマーつけて寝るけど、暑くてさ寝れなくない？なんか普通に暑くて起きる。そう、今まで私は扇風機で生きてたんですよ。なんか寝るとき、そうエアコンはそう最近今年つけてもらったんです、部屋に。今まで扇風機だったけど、今の部屋は扇風機置いてなくて、そう今は置いてなくて、でエアコンなんだけど、そうだからもう本当わかんなくて、そうエアコン。でもさやっぱみんな寝てる間もずっとエアコンつけてんだよね多分。
そうでも私喉は絶対やられたくないから、そうでもやられる。なんか舞台の時は喉ぬるマスクつけて寝てたけど、めんどくさくてもう舞台終わったからいいやって思って昨日寝たらめっちゃ朝喉が痛くて、うん、そう口にテープ貼りましょうって。でも私ヘルペスがあるから貼れなくて、そう昔は本当に口に、そう本当に喉痛くなる、なんかさ寝るのが寝て朝起きたらさ喉痛いっていうのがよくあったからさ、絶対に嫌だから普通にテープ貼ってたんですけど、でも今はそうでもヘルペスあるし、まあそこまでもう疲れて寝ちゃうって感じだからまあいいかなって思ったけど、うん、そう何かしたらどこかがまたおかしくなる。だから早く夏が終わりますように。エアコンがそう乾燥対策難しい。やっぱ喉ぬるマスクが一番。明日から涼しくなるだって。そうなの？喉ぬるマスクどれ使ってるだって。喉ぬるマスクはどれ、まあほぼ全種類変わる変わるつけてる。明日から一気に下がるだって。明日だけ？明日だけ寒いんだ。なるほど。明日は長袖なんだ。ありがとう、教えてくれて。明日雨？マジ？雨は嫌だな。まだ夏服着てないのあんだけど。やだ。明後日からずっと雨。マジですか。雨に弱いのだって。雨やだ本当に。雨の日ってさ靴もさびちょびちょになるじゃないですか。濡れるし湿気すごいし、いいことないですよね。637日おめでとうだって。ありがとう。イエーイ。637日。うん。逆に雨の日のいいとこを考えてみましょう。
休みの日に雨だったら、あー今日は外出なくてもいいよな、ずっと家にいようって思える。なんか休みの日に晴れだったら、なんか外出て外の空気吸いに行かないとやばいかなとかって思うけど、雨の日だったら、まあ、別に家にずっといてもいいかって思える。アイコン見たよ、ドボンのだって。お、そうなんです、皆さん、 AKB48 のドボン独り占めっていうゲームアプリがあるんですけど、それのアプリのアイコンが私になりました。顔面が、イエーイ、私の顔面が載ってます。でこんな顔で、感じの顔で塗ってます。ね、この前1位 TGC のイベントで1位になったからかな、なんでだろう、なんでなのかはちょっと分かんないんですけど、なんか私だったので、ね、いつまで私なのか分かんないんですけれども、ぜひたくさんドボンで遊んでくださったら嬉しいなと思います。うん、だから今日は時間合わせしますね、夜、今夜。パラダイスゲットしたいだって、ぜひぜひのぜひ。755に書きますね、時間。ぜひぜひのぜひ。確かにプロデューサーになるゲームも楽しみ。あれいつからなんですかね。あのゲームっていつからですか。9月30日、そんな先なんだ。楽しみですね、どんなゲームになるのか。
意外とすぐかも。確かに、なんかさ、いつも時が過ぎるの早って思うから意外とすぐですね。俺お代理のプロデューサーになる、ぜひなってください。多分言うこと聞くと思うので。メイン衣装投票はどれがいいの？だってメイン衣装投票とはそういうのもやってんだ。ちょっと今見てみよう。メイン衣装 AKB48 ワールド メイン衣装どれ、どれがいいんだろう。うん、入れちゃった。アンクレットになって、アンクレット、ああ確かにアンクレットにしよう。かわいいね。私はどれもいいかな。これって言うのない、全部いいと思う。うん、うん、うん、これっていうのないかな。どれでもいいって感じです。皆さんが好きなのに投票してください。花火ね、今年も花火、今年、私は去年も一昨年もちゃんと花火やったんですけど、今年花火できなさそうね。悲しい、こんなに花火大好きなのに。タコ花火も、タコ花火ショールームで花火見れてるからな。いい音してるよ花火だって。いいな、私も聞きたい。携帯からさ配信見たら聞こえない？音聞きたいな。めっちゃうるさいよ PC だって。スマホだとやっぱ聞こえないんだ絶対に。めっちゃドッカンドッカン言ってる。だってロケット花火も好きだよ。友達とやったことあります、ロケット花火。めっちゃ笑っちゃった。面白くて、勢いがすごくて。花火といえば思い浮かぶ曲は夏祭り。
あと30分で MV 公開だね。だってね、ミュージックビデオね、モハモルーマーのミュージックビデオあと30分で公開でございます。楽しみ。 AKB48 の1年以上ぶりのシングルですから楽しみですね。東京雨やばめ、雨降ってるんだ。チャイナ服っぽくて可愛い。これね、可愛い。マウジーの服。イエイ。チーク右が濃いだって。ね、思ったここ。多分濃いというかね、こっちの肌がもともと赤そう。8時になったら一回離脱します。私も8時までには配信終わろうかなって思ってます。今何時？今は9時26分。今は19時27分です。19時。ドボンはショールームじゃないところでやります。する。今日はHulu で有吉の壁を見てました。見て、最近有吉の壁、前から好きなんですけど、有吉の壁っていう番組が、そう、今日は火曜日だから明日放送楽しみ。いつの壁だって。私が今日 Hulu で見たのはいつの壁だろう。熱海のやつもめっちゃ面白かった、修学旅行。今日見たのはあのね、友近さんとシソンヌの、あの指原さんと仲良しの方じゃない方の方がカップルで出てた。カップル、二郎さんで、あとはもう中学生さんオーディションみたいなで、シソンヌの、
指原さんと仲良しの方と、あと大林素子さんがもう中学生オーディションをしてた。あ、長谷川さん長谷川さん、有吉 AKB 共和国見てた？え、見てました。私も出たいなって思ってたんですけど、もう一度も出ることはなかった。出てみたかった。おう、ね、面白かった。あの、私も大好き。なんか本当面白かった。なんかAK ビンゴとか結構王道なバラエティとかじゃないですか。なんか有吉 AKB 共和国はなんかちょっと下水、なんか下水ネタみたいな、なんかそう、ちょっとそういうネタ系がすごいなんか面白くて、そうめっちゃ見てた。ね、ラジオ局めっちゃ面白かった。またああいう番組あったらいいですね。うーん、また復活しないかなって、したら嬉しすぎるけどああ あと、なんだろう、番組今あれやってますよね。乃木坂に越されました。ひななが、めっちゃ活躍してるね。無人島に行けなくなっちゃったから、悲しいけどね、無人島企画がなくなっちゃって、私も無人島行きたい。また再オーディションしてほしい。何持っていきます？だって無人島にはリップクリーム持っていきます。リップクリームがあれば大丈夫。虫いっぱい出るけどどうやって戦う？だって虫出たら、やだな、虫出んの。確かに、なんか私寝袋で寝るとかできないかも。なんかやったことないからさ、
確かに、なんかテントの中で寝るとかちょっとできないかもな。うん、失格です、残念で。あ、でも、でも行きたい。覚悟、覚悟は覚悟、面白そうだからいいな。無人島、明日はクロちゃんの無人島だって。え、スイダウですか？スイダウかな。もう1年終わりか、だって早っ。でも9、10、11、12、4か4、私誕生日からもう4ヶ月経ったってことは、もうそれと同じぐらい過ごしたらもう来年になるってことか。大変だ。やばいですね、早っ。4月生まれで得したこと、え、得したこと、え、特にないかな。去年の今日何してた、え、わかんない。うん、今日は一段と顔色いい感じ。そう、今日はね、久しぶりにちゃんとメイクしたんで。夏休み終わる。あ、確かにもう夏休みも終わるのか、みんなにとっては。そっか、月末か。じゃあ皆さん、なんか登録してる方は、解約したいなって思ってる方は、今日がラストチャンスですね。ぜひ皆さん忘れずに、解約したいなと思っていることがある方はちゃんと解約しましょう。今日がラストチャンスです。うん、私も今日はなんか、あの755のコメント欄でね、あっバカでかいタコ来た、ありがとうございます、元気出た。でなんかね、あの755のコメント欄で、あのスタバのあのプレゼントチケット今日までだって、そう言ってる方がいて、あ、え、
え、私もそういえばって思ってね、開いたんですよ。あのいただいたスタバのドリンクチケット。そしたら私も今日までで、えってやばいって使わなきゃって思ってスタバ行ってテイクアウトしたホワイトモカとチョコのスコーンと、あとほうじ茶のラテ、ほうじ茶のめっちゃ美味しいやつだから、本当になんかその方が755で言ってくれなかったら私はもうやばい、もう本当無駄金になってたので、マジでありがタウゼントでした。ほうじ茶クラシックティーラテ美味しいよね。私もあのね、スタバの中の飲み物で一番ほうじ茶クラシックティーラテが一番好き。めっちゃ美味しい。めっちゃ甘いんですけど飲みやすいんですよ。タコバカタコありがとうございます。普通のコーヒーは私飲まないです。苦いのはちょっと無理なんで。マジタコは下から見れないと思うと、待って待ってタコすげえ、タコすやん、もうよやばいです、タコスです。これはタコ、タコのタコがカオスしてる、タコス、タコパですね今日は。タコス、うん、そういえばタコに触発されてツイッターでタコってた、だってはい、なんか私みんなになんか言われて気づいたけど、ツイッターに動画載せたんですけど、そう無意識にタコのフィルター選んでて、そうこのバカでかいタコの影響で無意識にえー、待って、たこ焼き食べたい。あ、そう、なんか有吉の壁でさっきあの話の続きなんですけど、なんかぺこぱさんが出てて、あーって、なんかでも最近の有吉の壁ってぺこぱさん出てないからすごい新鮮で、なんかでぺこぱさんがなんかウーバーイーツで、なんか松陰寺さんが、ぺこぱさんの松陰寺さんがウーバーイーツでなんかたこ焼きを持ってきて、ですぐ近くにいるシュウペイさんにお待たせしましたってウーバーイーツでーすって言って、シュウペイさんに渡して、いや近すぎるみたいなの回を見ました。それから私ぺこぱさんが有吉の壁見てる、出てるのなんかびっくりした。え、出てたんだって思って、タコありがタコ
ありがたこです。 JK ボンバーズ、え、 JK ボンバーズさんの本名何でしたっけ。何だったっけ、 JK ボンバーズさんの本名、ヒルちゃん、そうヒルちゃん、あ、そうインポッシブル、なんか有吉の壁の YouTube チャンネルがあるんですけど、それになんかバスラジオみたいなロケバスでラジオを撮ってくださって、それを向井さん、 パンサーの向井さんがなんか MC してくださってるんですけど、そのバスラジオを聞きながら、あの舞台マジブリの時はメイクしてました。めっちゃ面白い。おたけさんがなんかおたけさんのなんか話題のついてなんかついていけてなくて、後からいじられて話してる内容がなんかなんか変わってるのが面白い。なんかお前みたいな、お前なんでお前喋んねんだよみたいな感じで、いや僕はみたいな、ちょっと様子見てたんですけどみたいな、で僕はこう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 だったんです、こうだったんですよってっていうエピソードが毎回なんか変わってるっていうのが面白いなと思いました。も最近さ、あとチョコプラさんの悪い顔選手権 AKB でやってみたい。やりたい。真夏さん出てた。あ、そうなんだ。真夏さん出てたんだ。いいな。じゃあ AKB もやりましょう。悪い顔選手権は純烈さんのやつとミスターマリックさんのやつと、あと芸人仲間の方のやつの動画見た。だから悪い顔選手権はキメキメで言ったらダメなんですよ。これが悪い顔だろっていう悪い顔をしたら滑っちゃうんですよ。そう、そういう狙った悪い顔じゃないんですよ。なんか本当にガチのあの触れちゃいけない系の顔なんかもう本当に触れちゃいけない、関わっちゃいけない系の、そう感じの顔をしないといけないんです。やりたい。ぜひ皆さん、面白い動画なのでぜひチェックしてみてください出てないけど
明日から9月。明日から9月。明日は早起きらしい。多分。ちゃん去年の今日シャボン玉の写真投稿してたよね。だってした。そう、なんかね、カメラが好きな友達が写真撮ってくれて、そう載せたわインスタに。なんかね、そのカメラが好きな友達が今の私のツイッターのアイコンもなんか撮ってくれたんですけど、なんかその友達がね、その花火もしながらシャボン玉もしながら写真撮ってくれたんですけど、なんかカメラにレンズにサランラップを巻いて、サランラップで膜を張って、でそのサランラップにワセリンをこうやって塗ってたの。そう、で何してんのって聞いたら、その友達がなんかこうやなんかカメラのそういうこうやって撮るとこういう写真が撮れますみたいなアプリがあるんだって。でそれでなんかこういう写真がいいなって思って見たら、撮り方が書いてあるから、それでなんかサランラップ巻いてワセリン塗って撮ったらちょっとなんかいい感じになるっぽいから試してみてもいいみたいな感じで、そうでこうやってパシャパシャパシャって撮ってくれて、違うな、こう、こうみたいな、いろいろなんかやってて、そうなんかね、すごいなんか研究してた。ね、趣味カメラっておしゃれだよね。私も一応カメラ持ってるんですけど、そう、なんか撮ってきて。だって分かった、じゃあ明日カメラ持ってこっかな。なんかカメラさ重いしさ、なんかさお出かけしてる時に持ってったらさ重いからさ、まあみんなもそうやって重いなと思いながらいつも舞台の時も持ってきてくれて本当に優しいんですけど、すごい、マジムリで初めて一眼レフカメラ使いましたって。私も一眼レフカメラ欲しい。私が持ってんのはミラーレス一眼。ミラーレス一眼とさ一眼カメラって何が違うんだ。私はオリンパスペン。なんか本当はもうちょっとオリンパスのもうちょっといいカメラが欲しかったんだけど、ちょっと高かったから、なんかちょっとお手頃な方買った。うん、中にミラーがあるかないか。何？中にミラーがあるかないか。ファインダーの構造が違う。なんかもうみんなになんかついてきてほしい。ショールームで配信しながら。なんかカメラみたい。でも私のカメラは見た目が可愛いから、そうお気に入り。
カメラ覗いてピント合わせしてるのが一眼。あ、なるほどね。私のはそのカメラこうやって見るやつじゃないや。なんか画面見ながらこうやって合わせる。あと5分だって。よし、あれれれれ、私はもうそろそろ8時だ。だってじゃあ8時でなんかネモハモルーマーみんなで見届けましょう。じゃあそう、え、いいのかなそんなことして。私別に選抜とかじゃないけど勝手に。他にもやってる子いるかな。選抜じゃないけどじゃあ見ましょう。あと3分。ネモハモルーマ、あの番組で踊った以来一回も踊ってないからもう踊れなくなっちゃったかも。千秋楽でちょっと踊ったやんだって。え、それな、なんかもっとウェーイみたいな、なんかおーみたいになると思ったらすごいね。あ、でも笑っちゃいけないからね舞台。なんかさ、でもちょっとじわじわ拍手されて嬉しかったです。てかなんかバットぐるぐるみたいななんかやってたんですけど、毎公演毎公演なんか初日が一番ね盛り上がってた。なんか初日バットぐるぐるしてる時ね、なんかこうやって手拍子してくれたんですよみんな。そうで、え、嬉しいって思って、えって、え、手拍子とかしてくれるんだって、あ、よかったってめっちゃ安心してたら初日だけだった。もう次の公演からはない初日だけ手拍子きた。もう次の公演からはなくなりました。もう静寂の中、うん、そう普通ね後に連れて、そうなんかみんなが乗ってくれてる、一緒にやってくれてる感 あったらあるものなのかなと思ったら初日だけすごかった。でもありがたかったですね本当に、うんね、最初に拍手した人勇者ですねマジで、ありがたき幸せ、うん、
8時になった。お、始まるぞ。待って、来たって言ってるけど、待って、来てない。広告、あ、来た。え、ずっとにってとこなんだけど、ずっとに、なんで？ずっとにってとこで止まってる。あ、ちょっと待って、間違えた、変なとこしちゃった。なんでずっとになの？あと2分ってこと？あ、来た。カウントダウン、秒数のカウントダウン。汗。どんな感じの MV なんですかね。全然わかんないから初めて見る。コメントしよう。YouTube にコメント入れといてね。だって皆さんぜひ高評価とコメントお願いします。お、始まった。え、ななさん、すごい、友達がいっぱい写ってる。あ、すごい盾してる。見守ってる先生かな。すごい、すごい、駅で踊ってるひーちゃんが。すごい。お、プール。すごい。みんなめっちゃ踊ってる。レイちゃん告ってた。あ、横山。
すごい、なんかいろんなシーンが、リップシーンとかはないんだ。おお。楽しそう。おお。え、止まった。ナナさん語る。すごい、 1.4 万人も見てる。ちょっと高評価しました今。皆さんもぜひ高評価お願いします。かっこいい、ななさん。すごっ。すごい。確かにポカリスエットの CM みたい。おーおーおーおお。すごーい。終わりました。皆さんぜひね、これが急上昇に上がるように高評価と、高評価だけでいいのかな、まあいろいろとよろしくお願いいたします。 AKB のために。はい、じゃあということでね、じゃあ今日の配信は終わろうかな。もう8時も過ぎているので、また後で755にはあのドボンの時間合わせの時間載せるので、ぜひよろしくお願いします。ではじゃあ本日の配信も見てくれてありがとうございました。あ、8月、今日で8月も終わりということで、8月もたくさんありがとうございました。とても楽しい8月になりました。9月もね、明日からも頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。では最後におランキングを読みたいと思います。いきます。13位国分さん、12位さん、11位にゃんこちゃまさん、10位バスターさん、9位ソニーアットダシさん、8位ひとくまさとるさん、7位中健さん、6位みやちゃんさん、5位ごめん先生さん、4位泉さん、
3位ジャンアット群馬にお出しさん、2位マーアットお出しさん、そして1位はカンタアットカンカンさん、ありがとうございます。じゃあ皆さんまた後ほどドボンで会いましょう。ではバイバーイ。